これさ、アキアキの蒸気を副車パイプじゃダメなんだっけ？いや、ダメってことはないと思うけども、してる。真夏の冷しゃぶくらいさっぱりしてる。お腹が空くからやめて。今週の、もっと紹介の、コーナー、お、来た来た。コーナー新設おめでとう。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。前回のマグマ清流への挑戦が思いのほか、リアクションが多くて嬉しい誤算でした。大量のコメントと、アドバイスをいただいたので、リアルにテキストにコピっておきました。あまりにも有用すぎる。ブログと連動もした方が良いかもな。うちだけで独り占めして良い知恵ではない。古い呼び名ですがツイッター連動なんかもやるかもです。全く時間がありませんけど、忙しいのは良いことだ。それじゃあバージョン 0.2 の前で今回の方針を、まずいただいたご意見で多かったのがマグマじゃなくて地熱を使おう、というご指摘でした。これはコメントでも触れたけど、名前に引っ張られすぎてたわ。しかしアビサライト経由では熱を取り出しにくい。ので、黒曜石製のタイルかな？ちなみに実例を見たくてググって出てきた九州電力のページを読みましたけども、肝心の熱移動にフォーカスが寄りませんでした。そらそうだ。動画を探せば違うかもしれないが、それと、意外に重い課題になりそうなのが400度程度での安定化だな。蒸気と混在させて安定させる、というご指摘もいただいてたわね。これさ、いくつかの部屋に分けたらよくね？熱のダッシュ室、蓄熱室、とか？そう。ソースや熱移動の管理も楽にならんかね？ふむ、一挙やってみっか。霊夢さんが悟空になってしまった。ダメだこりゃ。早い、挫折が早いよ。マグマを熱源にしているのはこの際、気にしないでください。熱をゆっくりと取り出すのには成功してるんだが、遅すぎる。こうなると部屋を開けるのがやっぱり無意味なんじゃないの？そうかもしれん。我々の発想は間違いだった気がする。間に金属タイルを挟んだりもしましたが、まあ無意味だわな。うむ、そもそもの地熱発電は、地下の蒸気たまりを使うそうなのだけれど、こっちでも習って蒸気を詰め込んではみたものの、無意味。どうした？これさ、アキアキの蒸気を副車パイプじゃダメなんだっけ？いや、ダメってことはないと思うけども。蓄熱室は蒸気室にして、ついでにタービンも回して、有効な温度帯になったら取り回す。施設を挟むとなんとなく、負けた感じがするのが気になるが、やってみる価値ありますぜ。今度は隕石を押し出す地盤の人になった。悪くないんだけれど、どうなのかしらね。やっぱりパケットサイズ1キロの壁が分厚い気がする。ダメか、ダメではないと思う。どんだけ効率化できるかって話なんだし。何か、もう一つくらい組み合わせでいけないかしら？ダメ元でランダムに情報を拾ってこようか。しかし、こんなこと言ったら悪いんだけど。マグマ清流の情報自体が相当に少ねえな。まあオーソドックスとはいえ、レアモンのシステムではあるだろうからな。うちだっておすすめされたし、清流施設がしっくり来なかったから実験してるだけだしね。それがなければスルーもあり得た。ダメだ、犬も歩けばってわけにはいかなかった。ちょっと待ってくんないマリサさん。どうした霊夢さん。フライパンなわけよ。まだ天狗の効果が残ってんの？違うって。そもそもの構造が違うんじゃないって話。それでフライパン。ああ、そういうこと？ということで実験ドン。全然しっくりくるわこれなら。蒸気を間に挟むことで熱移動を少し鈍速化、ドアの真空引きで自動化も、熱を下から上に直接通して、あまりをタービンに吸わせる。これならさっぱりしてない？してる。真夏の冷しゃぶくらいさっぱりしてる。お腹が空くからやめて。悪い悪い。これなら少しブラッシュアップしてやれそうな気がする。もう少しいじったらバージョン 0.3 ね。いろいろと自動化も組んでみたけど、自然の流れに任せると、ちょびっとお残しが出るのよね。蓄熱でもされたら目も当てられないんだけどな。可愛いわ正義はどうよ？モップはかけてくれるらしいけど、ボトル開けに運搬はしてくれなさそう。じゃあダメか、ワイパーみたいのがあると良いけどな。じゃあ、で、超都合よくはいかないでしょうよ。機械式ドアの消滅なら使えるだろうけど、あれもギリなテクだからな。真空引きしてる時点で今更感あるわ。まあね。こういう細かい取りこぼしが崩壊を呼ぶ気がする。すっかり疑い深くなったな。元素センサもつけてみたものの、石油を排出したことを検知できないわね。最悪、サイクルタイマーで様子見だな。温度を下げた石油を汲み出す際にフィルタ通すだろうし。石油は原油を通して冷やす感じ？それができれば原油の余熱に熱が使えるけども。うまくいくかな。実際に原油を汲み出したデータも欲しいわね。そうだな、サモナイト3度ではうまくいったのに、になりかねない。やることは多いけど、なんとなく目処は立ったかしらね。ここで少し現実のお話を。視聴者様とのコメント欄での会議により、とある結論が。火山を開けるか、マグマを熱するか、という二択を前回に提示したのですが、マグマ加熱に現実味がないことがわかりました。一
したがって結論としては火山の開封一択となりますが、今回の動画の編集時点ではまだそこまで到達しておりませんでした。緊急でこのシーンを追加しております。ということで、なんだか話が前後する展開になりますが、ご容赦くださいませ。では本編に戻ります。水力節電の施設を作ってもらうわ。ただのスリップスター選手のお家だけどな。二酸化炭素はどうすんの？自然落下に任せるかな。また腹減らして青筋立てるぞ。宇宙にポイする気体配管から分岐させるって手はあるんだけど、温度が問題なのか。うわぁ、非熱容量も熱伝導率もひどい。蒸気の優秀さが際立つな。こんなもんを入れて大丈夫なんかね。大丈夫ない気がする。薪ストーブかな。今、まとめを見てきたけど、薪ストーブの排出気体って温度の定義がないんだな。あれ、そうなんだ。なんとなく飽き飽きな気がしてたけど、もしかすると以前のスリップスターの変異の原因は薪ストーブなのかもな。思い込み子は、後で実験しておこう。それがいいと思います。というかすぐにやろう。今週の、自由研究の、コーナー。お、始まった始まった。早速薪ストーブ？そういうことです。今回のお題はこちら。じっくり見たことなかったな。そういや、まあ隣人みたいなもんだからね。いちいち細かく追求しないでしょ。しかし、なんというか、凄まじいこれじゃないかん。二酸化炭素自体は25度から40度程度だが、周辺環境に加熱されてようやくだからね。稼働開始してすぐに30度を超えるのは偉いんだけど。なんだろう、この違和感。二酸化炭素を増やすという目的がメインになるのでは？どなただったか、ゆっくり系の実況者様がロケットの電源に宇宙で薪ストーブ使ってた気が。それは相当、テクインじゃないかしら。二酸化炭素は即、宇宙にぽいだからね。本体の熱に気をつければ良いもんな。まあ木材の消費もバカにならないけど。つかそもそもあちあち気体を出す設備自体が少ないんだよな。これはもう補助電源かつ排出源と見た方が早そう。でもそれだとさ、本体の冷却の一手間がいるじゃん。かといって副車パイプで二酸化炭素を回すなんてできないわよ。最悪ストーブを加熱してしまう。本編ではあちあちの塩水があるからまあそこはなんとかなるけども、なんだか中途半端ねー。皆さんどうやってんだろうな。スリップスター選手は育成が難しいとは聞くけどね。カンニングしておくわ。今週の、もっと紹介の、コーナー。お、来た来た。コーナー新設おめでとう。ありがとう。早速行きます。今週はこれ。何これ？どうやら漂白石を自動でパックしてくれるらしい。じゃあ漂白石の掘り抜きにためらったり、急いで拾ってもらう必要がないんじゃん。そうなる。夢のモッドだな。しかも先月出たばかり。でもどうせならヘドロとかモモパックしてほしいわ。確実に要望が言ってるはず。対応待ったなしかと思われる。それもそうか。良いコーナーじゃった。次回、またお会いしましょう。本編に動きがなさすぎたので、原油を組み出してみる。何気に初なんじゃないの？そうだな、プライベートでは原油間欠泉を使ってたから。スーパーレアだとは知らなかった時代ね。怖い話だ。お、ガッチョガッチョ言ってる。結構怖いなこれ。近くにいたら労災待ったなしなんじゃないのか。現場猫も真っ青ね。すごいのは分かったけど、組み出した原油が微量すぎて温度がわからん。液体レイヤーでも見えねえ。奥の手だ。よし、可視化したぞ。無理やりねえ。どれどれ。70度から85度くらいか。ふむ、その近辺を行ったり来たりしてるわね。熱源にならんこともない。やっぱりスリップスター選手のお家は最下層が無難なんじゃないの。それはそうなんだろうけど、でもそれだと面白くないじゃん。まあロマンはないけども、こっちの箱庭で勝負したいんだよ。一人前みたいなことを言い出したわね。いつまでも初心とか言ってられないからな。まあそれだと視聴者様も困るからね。多少の成長はしないと。次回の課題ばかりが増えるけど、ここいらで動画を締めましょう。はいよ、ご視聴いただき、誠にありがとうございました。